ダイアンもよ。でも彼はグレードチェーンを信じなくなって権力に頼るようになったの。だから今はもうこの場所は終わりってわけ。そして私の娘もいなくなったわ。というよりあいつらの一人になってしまったの。だから私は暗殺者ってわけなの。それを知るには一つの方法しかないわ。していないことを私に気づかせてくれてありがとう。子供を一人あなたと一緒に行かせるわ。俺たちは神から目を背けてしまったんだ。彼だ。助けてくれた人よ。死なぬか。うわぁ。人間とは呼べん。ベルサイユに巣くうシロアリのようなものだ。キブルスや大
頭はいいかもしれないが、そうじゃないって言うか、ちょっと飲ませてやったんだが、あっという間に事務所のセキュリティコードがオーストラリアの建国記念日だと喋ってくれたよ。というわけで毎週俺は忍び込んでレジから1、2ドル頂戴してるわけさ。あのオーストラリア人全然気づかないし、まあ俺も言うつもりはないけどな、あそこいろいろ置いてあるぜ。いつか我慢できなくなったらそいつらも頂戴してしまうかもな。私は本店未来技術者を和平の印としてアトラスの連中に渡すようライアンに願い出た。しかしあの愚か者は耳を傾けようとはしなかった。むしろボートにさらに力を与えるべくより強いプラスミドを与えてしまった。ラプチャーでは軍事拡大を競い合ってはいるが、それはより化け物になれるかを競い合うということだ。今日水にやってきた女は見ない顔だった。寝かし込んでてなかなかイケてたよ。何しに来たのか全然用件を言おうとしなかったが、頭が良くねえ俺でもそいつが悪どい連中とつるんでる感じぐらいは分かったよ。時期のロックがどうとかそんなことを聞いてきたな。俺の口は重かったんだが女もバカじゃなかった。いろいろと話した後にキブルツの工具店を紹介してやったよ。ラプチャーは行かれてるが、グレートチェーンはまだ捨てたもんでもないんだな。ある者が海底に町を建てたとしよう。とても驚異的なことだ。
またある者は飛行機事故によって大海原の中にあるその町に現れたとしよう。それはもう奇跡としか言えんだろうな。今にわかるだろう。俺が神だ。Thank you.